以前に、えー、お話を伺わせていただいたときに、えー、今まで戦った中で最強の敵は田口良一だというふうにおっしゃっていましたけれどもそのあと少し、えー、キャリアもまた重なって今日24戦24勝20 KO ということになりましたが今同じ質問をしたらどなたの名前が浮かびますでしょう,かうんそうですね。 誰ななるんだろうなまあでも、どうなんですかねその戦った中で自分が効かされたりダメージを負ったり、えー、まあそういった試合というのはドネア一戦目になるのであのまあど,どの選手が最強かという強かったかというかあの試合が自分が一番苦しんだなという試合は。 どのような、ね、一戦になるのかなと思いますねそうですね、あのまあ、でも、まあ、ここがゴールではないので、まあ、見えた景色というのはきょう、まあ、今日リング上ですごく最高の景色を今日会場に足を運んでくれたファンの方が見せてくれたんですけど、まあ、自分としてはまだまだここは通過点として考えているので。うんまあ まあ満足感というものは。そうですね、うん。まあ満足はしてますけど。まあ次に向けて。まあ切り替えていきたいなと。いう思いはあります。ブラボーでした。で、あの。今日のバトルの戦いが、出されちゃうと。まあ勝つのは簡単なんだけど、倒すのは。 難しい相手だったので、まあ、まあ10ラウンド過ぎたあたりはもう11、12で、まあ、これでまあ判定勝ちで自分も,もう判定勝ちだなと思ってたんだけど、まあ、11ラウンドを倒すぞというこのインターバル上にこの雰囲気を出したのであれまさか行くのかなと思ったらもうそのまま倒したんであので、まあ、びっくりしましたね、まあ、あの展開で完全な10カウントだったのでああいう勝ち方するというのは。 やっぱり今日この試合で判定勝ちと KO 勝ちというのはもう200%ぐらい違いますんでこの KO 勝ちというのは本当に大きい試合で価値のある試合だったと思います本当に今日はすごい一日でした、はい、そうですねまああのまあ技術テクニック持ってるバトラーに対してまあいろいろ試行錯誤しながら戦ってましてで名古屋本にも結構 煮詰まりもあったんですけど、まあ、とりあえずもう自分はもう煮詰まるなよと冷静でいいんだよとその倒すことを急がなくてもいいんだよとでもその中最後やっぱりああいう形でしとめるっていうのはすごいことだと思うんですねで自分は初めからどの試合も一緒っていう、まあ、その親としての感覚で言ってたんですけど改めてやっぱりこの4団体その統一したってそうですね思うとやっぱりなんかすごいことをしてくれたんだなって、まあ、改めて思います。